こうした無駄のへの対応、もちろん我々も重要だと思ってますし、これからもしっかりやっていかなければならない大変重要な課題だと思っていますが、ただこうした財源、先ほど言いました社会保障を充実させるためには桁が一つも二つも違うわけです。大きなしっかりとした財源を用意しないと、皆さんの社会保障を充実させるということが現実にならない。だからこそ財源しっかりと用意しましょうと我々は訴えています。ぜひこのあたりに責任と実現可能性しっかり考えていただきたいと思います。